しよう。どうしたい、そんな慌てて。4月27日に発売される新エキスパンション、ドミナリア、あるじゃないですか。新しい設定よね。いや、新しいカードが追加されるのは楽しみなんですけど、それに伴って新しいルールが追加されたり、それを覚えてちゃんと使えるかどうか不安で不安で。新しいカードと新しいセットっていうのはまあ便だからね、まあ、落ち着いて処理していけば十分できるから、まあ、ゆっくりまずはルール見ていこうか。はい、これがドミナリアから新しく加わる英雄団カードです。なんだか普通のマジックのカードと違いますね、縦長というか。まあそうですね、この英雄団カード、戦場に置くエンチャントであることは変わらないです。それの新種です。まあ、マナ払って出す際に伝承カウンターってものが1個出た状態、この辺にまあ1っていう能力が書かれてるんですけど、この能力がまあ誘発した状態になるといった感じですね。左側を見ると123というローマ数字が書かれてますが、これは何ですか？これはこの英雄団の上に置かれている伝承カウンターってものがありまして、それの数によって誘発する能力になります。1は戦場に出た時にもう1個乗って出てくるので誘発して2とか誘発するという形ですね。でこれは小動力っていう風に言われています。はい、伝承カウンターが1個乗った時に1、2個乗った時に2、3個乗った時に3という形で能力が誘発します。自分のドローの後で伝承カウンターを1個置いて能力が誘発する。そうですね、ドローの後というか、まあ、正確にはメインフェーズの開始時にカウンターが増えて誘発するという形になります。でこのペナリア紙であれば1章と2章の警戒を持つ22のトークル騎士クリーチャートークを出します。で3章になると自分の騎士全体がプラス2プラス1修正を入れるという形になります。3章まで行くとすごいですね。3以上はないんですか？ドミナリアはね、今のところ3までしかないんですよ。で3章の能力が誘発して解決すると、この英雄譚そのものは生贄に捧げられます。この英雄譚は3章まで能力を使い切ったら墓地に行くってことですね。そうですね、3章の能力が誘発した後スタックに置かれます。でスタックに置かれてその能力が離れた場合、例えば不許可で打ち消された場合とかであっても、これは生贄に捧げられますよという形になります。なるほど、とにかく3章まで行ったらこの英雄譚は終わりってことですね。そういうことになります。その他に注意しておくことってないんですか？英雄譚の小能力は伝承カウンターの個数によって1回で誘発する形になります。だから1から2に移ったら1は誘発しませんよという能力です。例えば、まあ、伝承カウンターがここから、まあ、1から3にジャンプアップしたっていう場合は、まあ、2と3が誘発して、で3の能力を解決したら生贄に捧げられるよっていう形ですね。カウンターが1つ増えるごとに1つ能力が誘発して、3つの能力を出し終わったら墓地へ。そういうことです。はい、あとは伝承カウンターが置かれるのは自分のドローステップの後、ドローの直後とカードの方には書かれてるんですけど、実際にはまあメインフェイズの開始時スタックに乗りますので気をつけてください。あー、誘発するタイミングが結構特殊なので忘れそうだな。はい、では今回学んだことについてまとめていきます。英雄団カードは戦場に置くタイプのエンチャントの新しいタイプです。で戦場に出した時とその後ドローステップの後メインフェーズの開始時に伝承カウンターを1つ置きます。で伝承カウンターが置かれることでそれと同じ小能力が誘発します。正確に言うとそこまでに誘発してないもののうちという形になりますね。で最大の小能力、このドミナリアであれば全部3になります。3の能力が誘発してそれがスタックを離れたら墓地に置かれます。でなので誘発を忘れないようにドローステップの直後メインフェーズの開始にちゃんと解決機を気をつけてください。はい、大隅和尚ありがとうございました。それでは次のコーナーに行ってみましょう。マジックのルールについてちょっとした問題を出題します。あなたはこの問題わかるかな？伝承カウンターが1個乗っているベナリア紙、これがある状態であなたは航空船の略奪者で攻撃をしました。でこの攻撃は無事通りまして能力が誘発したところです。で伝承カウンターがベナリア紙の上に1個乗りました。さあこの時ベナリア紙の小能力2章目の能力は誘発しますか？
はい、します。はい、これは先ほど説明した通り2個目のカウンターが乗りましたので2章の能力が誘発するという形になります。はい、それでは今度はちょっとした応用編になります。こちらベナリア氏のカード、今このベナリア氏に3つ目のカウンターが乗りました。で、能力がスタックに乗りました。じゃあこの状態で時計回しによって乗っているカウンターを減らしたいよということになりました。その際時計回し解決したら何が起こるでしょう。ベナリア氏の上に乗ってるカウンターは2個、3の能力がスタックに乗ってるんですよね。そういうことです。どうなるんだろう。正解は次のコーナーの後で。縄張り。それでは和尚、答えと解説をお願いいたします。はい、この英雄譚の能力、結局3つ目がスタックに乗っている状態だよ。で、カウンターは減ったので何か起こるかと考えられる気もするんですけど、実際には何も起きません。カウンターが減るだけです。で、その上で3つ目の超能力が解決されましたよとなれば、そのままベナリア氏生贄に捧げられます。この能力がスタックに貼られることによって生贄に捧げられるので、カウンターの数っていうのはこの能力気にしてないんですね。3つ目の能力解決されちゃったら生贄に捧げられますので、その点ご注意ください。ありがとうございます。皆さん覚えておいてくださいね。はい、ルールに困ったらね、また来てくれると嬉しいな。うん、わかった。ありがとう和尚。それじゃあプレイリリース楽しんできてね。バイバーイ。マジック。